はい、どうも、てやさんまずです。パンパン。さあ、というわけでね、身長差ってあるやん。身長差。ああね、身長差カップルとか、うん、そう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 。なんか理想の身長差なんか、17か20とかなんか忘れたけど、なんかあったやんか、そういうの。でも、やっぱり、男たるもんとしてやっぱでかく、もっともっと、17とかでね、満足しちゃダメなんですよ。ダメじゃないよ。ダメなんですよ。ダメなんか。というわけで今日はね、身長190、純くんなら、身長差50センチにできるんじゃないか。確かに。身長差50センチカップル。というわけで、メジャーを使いましてね、50って言ったらもう、こんだけ、こんだけよ。じゃあまず、一応女性、また男でその小さいおらんしますか、多分。あんまり若すぎるのもね、あれなんで、まあ、15、6歳ぐらいから、まあ、上はもう無限ということで。なるほど。身長差50センチを見つけるまで、帰れません。スタート。はい、じゃあね、マジに来たんでやっていこうか。結構パッと見でさ、言うたら140の人を探さんといかんわけじゃないですか。まあまあ190なんで、140っぽい人がおらんね、今んとこ。なかなか。 JK 言っとく。そうやな。とりあえずどんなもんかっていう、あの身長差50センチの人を見つけるまで帰れませんっていうのやってるんですよ。ちょっと小さいやん。ちょっと小さいやん。何センチ今？43とか。惜しい。いや、40ピッタぐらいじゃない今これなんで。40ピッタぐらいですね。身長差50センチの人見つけるまで帰れませんっていうのやってるんですよ。頼む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 、しっかり測れよ、広大。ええ、嘘。なんぼ？ここぐらいやろ。あ、ちょ、いや、いや、いや、ん？これは50、背伸びしてないですよね。あ、でも、50ちゃう。いや、これ48ですね。せやろ。あ、ちなみに、あの何センチですか、身長。145センチ。145。そうやな。いや、マジっすか。あと2センチやったよ。48センチ、今セーフでしょ。え、セーフでしょ。え、それたるんでない。たるんとるな、あいつ。うわこ、マジや。え、70。え、7。いや、73センチ。マジ。いや、マジか。やっと見つかったな、やっと。50センチだって、もうここやもん。さすがやな。ね、あれ、見つかった。ごめんなさい、うまく聞き取れなかったです。え、ちょっと練習してみましょう。すごい家やな。試しに僕にペッパーって言ってみてください。ペッパー、どうぞ。ペッパーくん。ペッパーノノノ、今度はかわいいって言ってみてください。どうぞ。かわいい。かわいい、かわいい。ごめんなさい。え、かわいい。